待って、恥ずかしい、どうしよう。こんばんは。ねえ、恥ずかしい。なんかさ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、何喋るの、何喋ったらいいか分かんなくなっちゃう。ていうか、全然インスタライブやれてないじゃん。だからさ、なんか、何を喋っていいか分かんないんだけど。どうしよう、どうしよう。ああ、緊張する。うー、みんな何でも質問してね。こんばんは。あ、いっぱい来てくれてる。あ、これ見せないと肝心の。今日、キリノイチカさんってキリノイチカです。デッカー放送以来見ました。ありがとうございます。本日、写真集発売おめでとう。ありがとうございます。今日です。なんならゆうか、今日の朝、思い出したんだけどね。あ、そうだ、今日だって。お元気ですか？元気です。見て、まだ開けてないの、事務所からね、もらってきたの、今。いやーん、恥ずかしい。よし。よしよし、開けようかな。みんなもう帰ったかな？どう？帰った？中も見せて。中ね、多分お気に入りのページをチラッとだけなら多分大丈夫なんだと思うんだけど、とりあえず開けるね。これね、そうそうそう、聞いて、あのね、びっくりしたの、こんなにさ、木の板みたいにさ、すごいしっかりしてるの。ちょっと言うか、びっくりしたんだよね、こんなしっかりしてるのさ、割るっていう。ちょっと待ってね、開けるから。よしよし。そう、今さっきね、帰ってきたからね、ちょっとインスタライブ時間遅くなっちゃった。本当は9時ぐらいとか9時半とか10時とかにやろうかなって思ってたんだけど、ゆうかのバカ力で開けました。じゃじゃじゃーん。なんかおしゃれじゃない、この MY って、この白文字で、すごい気に入ってます。で、表紙に、あ、ウルトラマンデッカーヒロインキリノイチカ役って書いてある。なんか恥ずかしい、ここの文章。今大注目の若手女優だって。その輝く瞳に魅了される、ローマ国際映画賞最優秀女優賞受賞だって。恥ずかしい。ちょっと待ってね、コメントも見るね。あー、恥ずい。裏はこんな感じです。見えるかな。チュン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 。よし、お気に入りのページを探そう。でもね、ページ数がねすごくてね、選べるかな。まず
おみんな見たかな、見た方は見てるよね。まだの方はまだだろうけど、セーラー服と表紙のギャップよ。本当？これとこれ？あ、見えちゃう見えちゃう見えちゃうね。え、どうしよう、どれがいいかな。いやーでもね、なんかインタビューとかでも答えてたんだけど、こうページをめくるたびに、あの、わまた違う、あまた違うみたいな、なんかなんて言ったらいいんだろう、語彙力ないから説明難しいんだけど、なんかね、別人のような、なんか自分を見せたくて、で衣装のミーティングをしてた時とかも、あのどういうのがいいですかとか聞かれて、一個一個全然違う衣装がいいですって言ってそうそう、だからね本当にね、うん、ページ数はすごいたくさんあるけど、見てて飽きないようにしました。え、懐かしい、もう懐かしいんだけど、めいこちゃんのお気に入りも知りたいね。確かに知りたい。そうそう、写真集すごい大きいの、大きいよね、もうすごいしっかりしてるしさ、本当に木の板なんよ、びっくりしちゃった。いやちなみに、あのもう見た方はどこがお気に入りですか、教えてください、気になる。みんな見たらさ、ここが好きとかさ教えてくれたら嬉しいなって思います。今あゆちゃんかかってんだよね、ちょっと見ようかな。あれ？いつもね、ゆか、お家いるとき音楽かけてるから。え、止まんない？あ、止まった。よしよし。何がみんな、あー、ロリっぽい服？ロリっぽい服のさ、オフショットとか全然載せてないよね。そうそう、載せてないね。そう、卒業アルバムみたいってね、今日マネージャーさんとね喋ってたんだよね。本当にね、卒業アルバムみたいなの。もうね、しっかりしすぎてね、びっくりすると思う。あ、待って、サンプルやばい、サンプルって貼ってあった。みんなどれが、てか今よりやっぱり全然痩せとるな懐かしいな。なんか撮影終わった後焼肉食べたり、すごい楽しい思い出がいっぱい。
セーラー服かな。あーセーラー服か。表紙とセーラー服ですね。あやっぱそうなんだ。なるほどね。あのセーラー服のオフショット載せた時すごくあの評判良かったから。あでもいうか最初このロリっぽい服似合うか心配だったんですよ。すごい恥ずかしいなって普段絶対着ない感じだから。でもこう見ると大丈夫だわ。あロリっぽい服のところいいね。ゆうかそこ好きかも。あーセーラー服ね。やっぱセーラー服人気だね。あーこれいいわ。でもこの黒のワンピース水着、この表紙と同じやつなんだけど、これはなんか自分的に自分っぽくて、うん、お気に入りでした。2ページ使ってさ1枚がドーンって載ってるのいいね。なんかピ金のビキニもやばくない？結構すごい。転がっちゃったりね。王道のパジャマがあったりね。懐かしいな。でもなんかすごいね見せたいんだけど、なんかどこまでというか多分あんま見せちゃいけないと思うのね。だからね見せられないけどね、見せたくて見せたくてしょうがないです。イベントで差し入れできますか？あ、なんかそう質問があって聞いてみたの。そしたらあのね、本人に直接渡すのはダメだけど、あの受付とかであの預けるのはいいよみたいな言ってました。衣装もそうだけど満面の笑みが最高でした。もう楽しさが表情に出てたね。この前買った宇宙せんべいはもう食べましたか？もうね2日間ぐらいで食べた。黒とっても似合う。本当？黒ね。ネットサイン会やってほしい。ネットサイン会ね、どうなんだろう、わかんないな。
どれもこれも水着似合いますってありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとやだね、よいしょ。茨城でイベントやりますか？やらないと思う。イベント申し込みしたよって、ありがとうございます。レジ楽しみ。皆さんに会えることをモチベーションにしてお仕事頑張ろう。撮影大変だったこととかある？あ、この写真集の、あー、なんだろうな、大変だったこと、あ、忘れてた。いくね、プレーンヨーグルトにね、冷凍マンゴー入れてね、食べようと思ってたのね。スプーン刺したままそのままこの視界のまっすぐ先に置いてある。やばい、冷凍マンゴー溶けちゃうじゃん。ちょっと、あ、なんだっけ。で、撮影で大変だったことは、最終日がちょっとね冷えてて、沖縄だったんだけど冷えてて、なんか寒くてちょっと震えながら撮影してたかなって思う。それまあ大変というか、大変っていうのかな。よ、ちょっと待って、忘れてたね、忘れてた。いや、ねえ見てこれこのまま、このままずっと置いといたんだけど、テーブルに。ねえ、ちょっとちょっと、溶けちゃってるよ。ねえ、なんかさ、溶けてさ、水分がさ出てる、溜まってる。もう食べようと思ってたのに。しかも冷凍マンゴー一袋さ、あの全部バーって入れちゃったの。だからね、すごい溢れ出てんの。これをね、こうやってね混ぜてね食べようと思ってたんだ。あー、ねえ、あー、ぐにょぐにょしちゃったねえ、ぐにょぐにょしちゃった、どうしよう。まあいっか、アップルマンゴーのあの甘みがヨーグルトに混ざって美味しいかな。ポジティブにいこう。うん、美味しい。待って、ちょっとごめんね、なんかぐちゃぐちゃで汚かったね。ごめんごめん。あ、美味しい美味しい。そう、一回冷凍ね、でも食べたいからね。まあいっか、でも美味しいからいいよ。うん、本当に忘れてた。これ夜ご飯言うかな。美味しい。
ね、ハプニングのヨーグルト会面白すぎるって面白かった本当に。ね、マンゴー美味しいよね。コンビニのあの冷凍、なんかここかゆいんだけど、ずっと冷凍マンゴーめっちゃ美味しい。あ、ここ隠しとこう。写真集の話は終わりましたが。そうだよ、写真集の話だよ今日は。ほらほら、今日発売なんだから、こんなん食べてる場合じゃないよ。でも食べさせて。もういちかのこと忘れたのって、え、忘れるわけないよ。そう、晩ご飯僕も最近鼻の底が痒いね。ね、ここってさ、なんでだろう、乾燥？あ、乾燥かも。告知より食欲やばいね。もぐもぐ配信でいいよ。はあ、前もなんかポテチ食べながらやったな、インスタライブ。懐かしい。ごめんなさい、コメントね、絶対ね読めてない。いちかがウルトラマンヒロインの中で一番推しです。本当に？必死ないちかちゃん。いつも何か食べてるよ。なんでだろうね、いつも何か食べてんだよね。やばい、これの告知です。今日はこんな食べてる場合じゃありません。見て、ここ治ってきたんだけど、顎にすぐできるのにニキビ、どうしたらいい。あ、なんかインスタライブで記念写真を撮ってる。よし、オッケー。好きな食べ物は、ほとんど大好きだけど、油が多いラーメンとか、
油が多いお肉とか、油が多いあのなんだっけ、あれ、油が多い、とにかく油が多い食べ物が大好きなんです。だからこういうことになっちゃうんです。あ、マスクのせいもある。デカ袋かと思いました。ちゃうしちゃうわ。そう、スクショしてた今急に思い立ってスクショした。あー、ホルモンとかトントロですかって。好き好き。でも一番はカルビが大好き。カルビと豚骨ラーメン、ハンバーグ、あとなんだろう、まあ、とにかくなんか油がこう食べ物からこう出ちゃってるのあるじゃん。なんかお皿とかにもさ、こう出ちゃってるような、ああいう食べ物が大好き。脂身多めの豚バラ肉のしゃぶしゃぶ、やばいよね。うーねえ、やばいよね、食べたい。あ、でもゆうかお寿司も大好きなんだよ。こんなになんかお肉とかの話しかしてないけど、ちょっと待って、本当にかゆい、ここ。それほくろかもしれん、それほくろかもしれん、ちゃうし、これちゃうわ。ニキビを隠してんの。でもこれもう治りかけだよ。モブ山優香って これは全部食べきるまで止まらないね。あ、やばい、こうやって喋ってたりするとさ、あの永遠に食べれちゃうの分かる？うん、半分ぐらいで、ちょっと後で冷蔵庫入れる。いや、なんでかゆいんだろう、ここなん花粉？でも花粉ってここかゆくなる？こっちじゃない？なんだろうな。そう、油が出ちゃってる食べ物もうこうなんかこう出ちゃってるやつあるじゃん。でもさ、女の子はさ、みんななんか、あー、油やだーっていう感じなのよ。あとはなんか焼肉とか友達と行ってもなんか油苦手っつって油をね弾いたりさして食べてんのね、みんな。それをもらって食べる。こういうのって隠しといた方がいいのかな、ゆうか可愛げない胃もたれとかしないのって。そう、胃もたれしたことないの。それだけ油食べてもすごいでしょ。あのケーキとかね、ワンホールね一気に食べても胃もたれ全くしないの。本当にいいのか悪いのか。だって胃もたれしたらそこでストップできるじゃん、もういいって。でも胃もたれしないから永遠にさ、
思い出した、ウルトラマンとはま寿司コラボ行かなきゃ。そうだよね、行かなきゃだよね。お姉ちゃんが行ってデッカー出たって言ってた。超喜んでた。寿司のネタは何が好きですか？ネギトロ、サーモン、ホタテ、縁側。ネギトロ、サーモン、ホタテ、縁側。なんだろう、でもサーモンとかは、サーモンとかもあの大トロサーモンとかが好き。え、すいません、ここ本当にかゆい。なんだろう、なんかここで誰かに書かれてるみたいに。書かれてる？ん？ごちょごちょされてるっていうの？いや本当にかゆい。あー、ほじほじ配信じゃないよ。ほじほじはしてないよ。ここ書いてんの。あー、お腹いっぱい。花粉で肌荒れかな。そうだと言いたいけど、多分ポテチな気がする。自炊するって、うん、あのね、凝った料理はね、凝った料理ってどっから凝った料理だかちょっとよくわかんないんだけど、うん、でも自炊はたまにというか、いやでも割とするな。うん、うん、喉鳴った。光り物、光り物、あのサバとか、好きだけど、お寿司屋さん行って頼みはしないかな。ごめん、こちょこちょしてるの僕ですってね。もういい加減ちょっとこちょこちょやめて。どんなダイエットしてましたかってね聞いて、言うかダイエットするって言ってたじゃん。それがね、それがね、ここだけの話ね、なんかできないのよ今。なんかもう食欲の春じゃん、食欲の春だから、うん、我慢は良くないって思って食べ始めた。でもね、 1.5 ぐらい落としたんだ。そんで、あの辛くて食べてたから、多分 1.5 は絶対戻ってる。光り物はアジが美味しい。美味しいよね。あ、そうそう、ゆうかさん、あれ好きなの、銀だらの西京焼き。
なんかちょっと高いじゃん。高いからさ、なかなかいつもいつも食べれるわけじゃないんだけどさ、銀だらの西京焼きが美味しすぎてすごいハマってる。わかる？みんな。ゆうかちゃん最強焼き美味しいよね、美味しいよね、めっちゃ美味しい、大好き。最強焼きはやばいよね。やった、みんな分かってくれてる。そうそうそう、最強に美味しいやつ。ん？ちょっと待って、最強焼き、最強に美味しいやつああ、まあ合ってるから。うんうんうん。何何、どうしちゃったの？パニック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 って、どうした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 。うわ、焼きそばも食べたいな。牡蠣は好きですか？好き。あの生牡蠣とか、あのなんだっけ、牡蠣フライとか。西京焼きと味噌汁と白米は最高。食べたい。屋台の焼きそば食べたいね。わかる。屋台とかあったらさ、絶対焼きそば買う、買うっていうか、もうちっちゃい頃から買ってたね。焼きそばとクレープは絶対に買うでしょ。あと唐揚げと、あのフリフリポテトとか。お腹空いてくるみんな夜ご飯食べた？麻婆焼きそば、え、美味しそうなんだけど。ホッケは、ホッケ好き。ホッケってさ、あのなんかこう、こうお箸で取るときになんかすごい綺麗にさ、こう取れるやつだよね。通じるかな。牡蠣入りのお好み焼き食べたい、広島の。そんなのあるの？ちょっと食べたいんだけど。最近ベビーカステラ買いがち。ねえ、そうそう、待って、ベビーカステラも大好き。わかるわかる。てか、ゆうかはインスタライブやるたびこういう話ばっかしてる気がするんだけど。大津港の食堂で海鮮丼食べるの美味しいです。え、ちょっと大津港、舞地元。大津港の食堂って言ったら、なんだっけ、急にど忘れちゃった。もみじまんじゅうはうまいですよ。もみじまんじゅう食べた。かき焼きそば、本当に美味しそうなんだけど。まあ、一応ね、このこう持ってるから役目は果たせてるよね。これで宣伝になってるよね。スクショタイム。
いいよ、スクショタイム。でもスクショタイムって終わり際にするんじゃなくて。お腹鳴った、聞こえた。ていうかさ、お腹とさ、ここの喉鳴りがちなんだよね。すっごい恥ずかしい。一応写真集配信です。そうだよ、そうだよ、そうだよ。でもね、話すことなんだろうな、何も考えてなかった。なんかある？なんか聞きたいことありますか？とにかくめちゃくちゃいいです、買ってください。あとイベント来てください、みんな。あ、ラビューシーこれ、はい、いいよ。やっぱこれ気になるな。じゃじゃじゃーん。うん、どうかしら。何、ライブ動画にモデレーターを追加してください。どういうことだ、全然わからん。オンラインサイン会はないのですかね。それわかんないんだよね、ゆうかも。ないのかな、あるのかな。ネットサイン会してほしいです。うーん、会ってほしいですってね。そうだよね。リアルのサイン会がいい。あるのかな、ないのかな。じゃあ50分までするね、インスタライブ。なんかみんな遠くから行くよって言ってくれてすごい嬉しいです。イベントうれしい、うれしい、うれしい。無理しないでね。本当に。いつ頃撮った写真集ですか。これは12月の13日だったかな、確か。そのぐらいだった気がします。京都からイベント行きます。ありがとうございます。嬉しい、泣きそう。なんか本当に嬉しい。一日で全部撮ったんだ。あ、違う、12月の13と13、14かな。だから、違う、13、14、15
ごめん全然覚えてない。でもそのぐらい。うん、あれ2日間だったっけな、3日間だったっけな、それすら覚えてない。まあそのぐらいの時に撮りました。ゆうかちゃんの隣の、ゆうかちゃんの地元の隣の市から参加します。あら、本当に隣って言うと磯原高木とか、磯原か、覚えてないんかいって覚えてない。あと2分。この記念すべきファースト写真集、皆さんぜひ見てください。宇宙から参加するよ大変だ、それは、それは大変だ。またあの写真集とか DVD の URL、 注文するところの URL もあのちょいちょい載せていくので、そこから皆さんポチってして、で購入ボタンポチって押してくれたら嬉しいですよろしくお願いします。でこれからイベントなど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 あると思うので、ぜひこんな私ですが皆さん会いに来てください。来てください、来てください。もうポチってしまった。ありがとうございます。うわ、なんかハートもいっぱい押してくれてる。Kindle 版もあるよね。うん、確かある、あるあるある。うん、ある。多分。デコピンください。ピン。皆さん今日はありがとうございました。50分になっちゃいました。あ、スクショタイムだね。そうそうそう、スクショタイムね。ラストスクショタイム。どうしようかな。どうしよう。どうしたらいい。みんななんかあのゆうかのアカウントタグ付けして載せて見に行く。ツイッターでもインスタでも。ピースになっちゃう、どうしよう。グッド、サムズアップ。すごい顔になっちゃった。皆さんあの事故側乗せないようにしてください。恥ずかしいので。ではまた、またね、バイバーイ。あ、1分過ぎちゃった。バイバーイ